上から当たってるのでエネルギーが伝わってないんですね、うん、こうボールスピードが出ないまず、うん、だからやっぱしフェードを打つって言っても今みたいにこっちから返ってくるんじゃなくてインサイドから返ってこない、はい、こんな感じですね。でこっからインパクトをして低いところを抜けていきたいわけです、はい、だからP6 はまあこういうポジションに入ってきて、ここからフェースがまあクローズ目で入ってきて、ここからこういう方向に抜けてきたわけです。ですごいフェースが低いところ、手も低いところ、全てを低いところ、つまり体のターンはドローとかストレートに比べたらターンしなきゃいけないんですよね、はいはい、ターンしなきゃいけないのにインサイドから打ちたいわけじゃないですか。つまりもっとシャローじゃないといけないんです。パワーフェードっていうのは究極に難しいじゃない、うん、だから僕なんかはボディ的にきつくなってくるとフェードが打てなくなってくるんで、だましだましプッシュフェードとかを打ち始めるわけですよ、はい、そうするとやっぱしフェードって飛距離に出ないんですね、はい、ドローの方が全然飛距離が出る。でももし体が切れていてちゃんと動かせられればあのプルフェードは正直ドローよりか飛ぶかもしれないですよね。なぜかっていうとダイナミックロフトが少ない、はい、あとスピン量がちょっと多くなると思うんですけど、うん、でもそんなにめちゃくちゃ多くなるわけ、シャローに入ってるんでそんなに多くなるわけじゃないんで、はい、何かって言ったらターンが大きくてシャローなわけだから、はい、ヘッドスピードが出るんですね。なるほど。だからボールスピードがドローより速くなる大体の場合、はい、だからそういった意味ではちゃんとしたプルフェードっていうのはドローよりも多分飛ぶ、はい、特に左にあんまり曲がらなくて左にまっすぐ行っちゃった球なんかは死ぬほど飛んでる、はい、あまり嬉しいことではないですけど、はいはい、でインサイドから入れるフェードなんでこう右ペラみたいなのはないわけですよ。ちゃんとフェースさえ閉じてれば、はいはい、フェードで一番嫌なのはやっぱ右ペラじゃないですか。まあそうそう、ペラッといってペラーってもう飛ばないし、はいはい、曲がっていっちゃうしみたいな まあ大体安全ではあるけど、はい、ほとんどのケースで、はい、でも一番楽しくない球ですよね、はい、ボール飛ばないし。だからそういった意味ではしっかりとインサイドから捉える。言い訳先にしときますけど、はい、今日はドローの体ですちょっとなるべくこっちが抜けるように。で僕は多少オープンに立とうが多少、まあ、場合によってはクローズに立とうが、はい、そこら辺はあれだけど、クローズに立つとちょっとスティープに入れがちなんで、はいはい、あんまりおすすめはしないです。スクエアぐらいがいいですかね、はい、あんまりこうそれでもシャローに入れられるんだったらそれでもいいですけど、クローズに入るとどうしてもフェード打とうと思うと上からこうかぶせていっちゃう可能性があるん で、うん、こうインサイドから入ってなおかつこっちもインサイドの強いインサイドに引いていくようなイメージを出して、まあ何度も言うようですけど今日はドローの体です。はい、ボールポジションは変えません。いやこれは多分フェードしてると思うんですけどね。気持ちしてそうですね、うん、でも4ヤードドローですね。ちょっと今日の体じゃ本当に、はい、インテンショナルスライスを打たない限り多分僕じゃ、だからそういった意味では多分今ぐらいであんまりこう左に曲がってないっていうことはちょっとフェードしてるかなっていうことで、飛距離的には多分十分出てると思うし、はい、だからそういった意味ではこういったような形でフェードが打てると多分一番飛ぶフェードかなと、はい、今度ね、右の風の時に、ね、はい、やれば、はい、言い訳じみてますけど、やっぱ年を取ってくるとその外から入れるフェードは当然打てるんですけど、スティープであんまり飛ばないフェードですよね、はいはい、低くてなおかつ飛ばないフェードっていうのは打てるんですけど、だんだんこう飛ぶフェードっていうのが若い時はガンガン打ててたのが、はい、あの打てなくなってくる。なぜかというと、はい、ターンスピードが遅くなってきて、なおかつ左の股関節とかの柔軟性がなくなってくるんで、はい、あれですね、うん、やっぱそうなってくる。じゃあちょっと今のを踏まえて少し
ちょっとインテンショナルにこんぐらいのやつで、まあ、確実にフェードするように、まあでもインテンショナルでもそんなには変えないです。気持ち左に引きやすいような状況を最初から作ってあげて、おお、これいいっすね。ああ、結構風で持ってかれてますね、うんうん、まあこういうような形でフェードを打ってもらえれば飛距離を失うことなくフェードが打てるというふうに思いますので、はい、飛ぶフェードが打てるかなと。ちょっと小野さんの方にもパワーフェードをやってもらって、ちょっと僕じゃあの 力不足だったんで、ちょっと厳しいと思います。ドローだったらいくらでも打つんですけど、はい、今日の感じだと昼間の時間帯で、はい、もうちょっとクタクタですか、もうクタクタでレッスン終わってクタクタなんで、クタクタじゃない時にまたやりますんで、じゃ あのちょっと小野さんに打ってもらって、はい、皆さんにその感じっていうのをやっていきましょう。それで確実に打てる方法っていうのもちょっとやってきますんで、はい、はいはい、構えてください。こう落ちる感じですかね。ちょっともしかしたら右目に少し出さないと。うまい、おお、完璧ですね、うん、このグリーンの手前まで25ヤードから6ヤードぐらい。通常のショットを1回打ってみますね。まあこんな感じですね、うん、今度はもっと低い球を打って、もうちょっとキャリーを出して、うん、今グリーンの今度は少し高い球ですね。まあ柔らかく落ちましたね、うん、でグラウンド削るぐらいの感じを少し持って、おこれ結構、まあちょっと寒いんであんまりスピード出てないかもしれないですね。一発目にしてはキャリーが284ヤード飛んでるっていうことですね。してる時にでバックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる。あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをグッとこっちに蹴ってあげると、あの腰が回り始めるんで、腰が大体まあ40ヤードぐらいキャリーが飛んでる。若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作ること。そこからクラブがリリースされて、この状態からシャロー、ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで